ロッテ、佐々木朗希投手、20が10日のオリックス戦、ゾゾマリンに先発し、プロ野球史上16人目の完全試合を達成した。94年5月18日の広島戦、福岡ドームで牧原ひろみ、巨人が達成して以来、28年ぶりの快挙で、ロッテでは、1973年の八木沢総六以来だった。20歳5ヶ月の達成は、1960年島田源太郎、太陽の20歳11ヶ月を更新する最年少達成者となった。同時のプロ野球記録を樹立する歴史的快投だった。初回西野吉田忠から5回まで13もの連続三振を奪い、プロ野球記録を更新。従来のプロ野球記録は1957年の梶本隆雄、阪急と1958年の土橋正幸、造営が記録した9だった。海の向こうの大リーグでの連続三振記録は10で、長い歴史を誇る大リーグにもないことを20歳右腕がやってのけた。記録ずくめの回答には、松川がいいリードしてくれたので、しっかり、そこに要求に応えながら投げることができたと思います。ストライク先行で早いカウントで勝負できたので、良かったかなと思います。次回もいいピッチングができるように頑張ります、と語った。